はい、皆さんこんにちは、まもるです。はい、後ろでね、なんか戦いが起こってんのかな、よくわかりませんけど、はい、アミータのミッションを早速受けたいと思います。このバギーに乗りながらね。アミータ、北部に入ったぞ。北部ね。ウトカルシにはもう何年も行ってない。そこにはゴールデンパスの仲間がいるの。いい人たちよ。ウトカルシは橋の向こう側、現地のことは彼らが一番詳しいわ。連絡を取ってみて。でも気をつけてね。この兵は普通の兵士たちよりずっと強くて頭も切れるから。真実と正義。あ、後ろ側か。なんかちょっと雪降ってましたね。雪降るなんか季節じゃないのに。なんだ PM2.5 かなんかすごい死の灰みたいなのが降ってくるぞ。怖いな。なんかこれは何、花びらかな。花びらにしては白すぎますよね。よし、お、着きましたね。ウトカルシュで反乱勢力に会えってことで、見てください、パガンミン、すごいなんか美化されてますね。なんだ、ちょっと待ってください、これ見てください。なんかちょっとあれですよね、美化されてるっていうか、少し顔が違うのかな。この王立軍のね、喜んでいる顔、あからさまに喜んでますねそれとね、その新しくね、ハープンガンっていうのを手に入れましたよね。誰かさんが持っていたね、なんか森みたいなね、やつです。森みたいな矢を発射するね、装置と言ったらいいのか、銃と言ったらいいのか。すごいね、もう攻撃力がマックスで。だけどまああんまりね、その精度は良くないのかな。地下の部屋で待っています。秘密の扉だ。エイジ、南部と連絡が取れた。ありがとう。アミータとサバルに伝えてくれ。準備万端だと。これはこれは、随分素敵なお家だ。よせ、俺の家族だ。とても可愛い。ん？おう、これ。これいいね。マホガニか？しかもまた家に劣らぬ素敵なカップルだ。善良なる市民、聞いたんだ、ウトカルシュで最高のもてなしを受けたければラナ家を訪れるといいって。いろんな人に聞いたが、みんな同じことを言うんだ。最高にいい人たちって、誰とでも話す、誰とでもと聞くと、誰とでもと答える。うん、あまり絶賛するので私も会いたくなってね。かわいい子だ。ついでにちょっと注意したかった。注意ですか？ああ、そう、聞いてるかもしれないが、この辺りには非常に始末の悪い連中がたむろしている。そういった連中、要はテロリストが、さあ君たちの善意につけ込むかもしれない。君たちの評判にも影響する。それは当然避けたいはずだな。はい。さあなら私に守らせてくれるか。君の評判を守るために。
お願いします、民兵か。喜んで引き受ける。意見があってとても嬉しい。さて、そろそろ失礼しよう。ああ、あと、もう少しで終わる。国民の気持ちが分かってないなんてよく言うよ。やめろ、殺されるぞ。パガンを追う。どうやらバレていたようですね。まったくバレていないふりがうまい。見た、パガンがすぐ目の前にいる。エイジ、決着をつける時だわ。分かってる。ハープンガンの威力を思い知れ。よし、待てよパガン、離れすぎるな。パガンを見失うぞ。これか、このヘリで行くのか。よし、パガンミンをナイフで倒せ。またあれか、車両テイクダウンの形なのか。任せろ、絶対倒してやる。逃がしてなるものか。ここで逃がせば大変なことに。やばい、空中砲火、やばい、ロケランを撃ってくるぞ。え？ミッション完了ってなったのに。どういうこと？え？説明してちょっと。意味がわからない。いやー、AJ、久しぶりだな。いや、本当に。ハガン？今殺しただろ。いや、君が殺したのは抜け毛が進行中だった影武者だ。どれだけ金をかけたかわかるか。アジア人ですらなかった。確かメルボルン出身だ。あの見事な頬骨を持って生まれたのが運の尽きだった。紙幣に使われてる絵はどっちだと思う？まあいい、過ぎたことは仕方がない。この次は君と私、1対1だ。どうやら影武者だったみたいですね。っていうか、なんかあの追い打ちは卑怯すぎますよね。死んだか。すごい威力ですね。まだあんなとこにも。命中した。まさか命中するとは思わなかった。よいしょ。フロムはディスタ。痛い痛い。よし。ってことでね、なぜか、なんか、まあ、車両テイクダウンできたんでしょうね。それで、殺して、で、どうやら、その、ヘリで飛んでいる、もうミッションクリアって何もできない状態で、その、よくも民兵化をやったな、みたいな形で、ロケランを発射されて、で、それで倒されてしまったというわけみたいですね。もう血も涙もない攻撃ですよね。動けない敵に対してロケランを発射するというね。はい。ちょっとね、物事を整理するまでにちょっと時間がかかりましたね。意味がわからないことがね、ちょっと起きてしまったので。民も、その民の影武者もね、殺していない状況で、なぜか殺されて、それでミッション完了っていうね。まだちょっと早いのでね、続けてロンギヌスミッションをやりたいと思います。このロンギヌスミッションをやると、またね、その銃がかなり強い機関銃かな？か、ロケランかなんかわかりませんけど、銃が解除されるので、このロンギヌスミッションをやりたいと思います。はい、着きましたね。ロンギヌスの場所です。近くにね、ゴールデンパスミッションもあるんですけど、ロンギヌスのね、ロングとか言って何が長いんだ。はい、ロンギヌスミッションですね。っていうかね、さっきオートバグみたいなのがあったんですけどね、その
薬草をね、そのグリーンハーブを切ったりする音がちょっと聞こえなくなってしまったんですけど、なんだちょっとね、聞こえなくなってしまったんですけど、なんか治りましたね。何だったんでしょうか。さあ行きましょう。もっとやるよ。主は誰を使わそうと言われた。そしてお前は私がおりますと答えた。お前の信仰深さを嬉しく思う。主も私以上にお喜びだ。迷える羊を特定した。わかるな。見つけて尾行してダイヤを手に入れて持って帰る。血の身ごの口から力を得て敵を沈めるのだ。そして復讐しろ。そんなもんかあった。神の言葉は全て書き記されているとは限らん。どこ行った。高い対価っていうか、あのどこ行ったって何を撃ち落とそうっていいんだしかも勝手になんかあれですね、書き換えようとしてるし。よし、じゃあ見晴らしのいい場所に到達しろ。もうヘリならね、もう一瞬で行けるんで、そのまま行きましょう。そのね、いい銃がね、かなりそのライトマシンガンだったりロケットランチャーだったりね、多分追跡のロケットランチャーなのかな、まあ、そういうのがいっぱいあるんですけどね、何分金がなくてね買えないっていう本当にその貧乏ゲームなんでね、いっぱい多分そういうトラックとかね運べば大丈夫なんでしょうけどね。まあ、次回までにね、いい銃を手に入れて、また紹介しておきたいと思いますね。また密輸業者が接近中と。やばいな。ヘリ乗ってないと、また見失って、ミッション失敗になっちゃうな。もうね、これで3回目でしたっけ？もうそれなんでね、失敗は許されないってことで。やっぱヘリはいいですね、早いし。ちょっとね、ところどころなんかガムテープで補強されてるのがちょっと気になりますけどね。まあこれはちょっと配線をね、固定するためでしょうかね。それなのにちょっとあれですよね、その配線がむき出しになってるのが気になる。雨ざらしとかでね、ちょっと悪くなってないかね、気になりますよね。よし、着いたのかな。いや、まだですね。お、倒せて出た。ここら辺でいいかな。あんまり近すぎるとやばい、気づかれる。ギリギリ大丈夫ですね。このオートクロスを使ってみましょう。これもクロスボウの多分一種なんだろうけど、どんな感じなんでしょうかね。初めて使います。これ結構ね、そのサブマシンガンの中で、サブマシンガンじゃない、サイドアームですね、サイドアームの中で結構強い部類ですね。あ、一撃じゃ死なないんですね。頭だと一撃ってね。いた。やばい、やられる。いきなりやられる。いた。敵の総攻撃だ。ちょっと突っ込みすぎましたね。あ、そういえばね、この Z93 ですね、この対戦車ライフルに似たやつは
その重装備兵もね、頭なら一撃で死にましたね。見ててください、ほら一撃死、いいですよねこれ。頭ならってことでね、くらえ。やっぱりこれに限る。こいつは普通に倒していいのかな。あ、いいみたいですね。よかったよかった。それでこいつの死体は漁れと。保管庫の鍵、そしてまたブラッドダイヤを手に入れると、お決まりですね。さすがに覚えますよ私でも。いんのかなここに。接近戦ならハープンガンのお手の物だ。強すぎる。さて、はい、銃じゃないよ、森だよ森。ほい、さて次は誰を貼り付けにしようかな。撃っちゃダメだよ、狙いをちょっと定まらせてくれ。よいしょ、よーし、オッケー。痛い。え、今セクシーって言いませんでした？セクシーガーンとか言ってなんか意味わからないこと言ってますけどね。あんまり狙いが。よいしょ、オッケー。このハープーンの糸から撃った時にこの回収ができるっていうね、うん、これは矢より優秀ですね。矢の強化版といったところかな。ブラッドダイヤ、あったあったあった。いっつもなんか変な布にくるまれてるっていうね。そしてそのルーペみたいなね、ダイヤをその価値を査定するなんかルーペンみたいのが必ずついていると。いるいる。さすがに攻撃力マックスでも死なないか。さすが重装備兵、来い。オッケー。一族のことまで考えてくれてんの、ありがとう。おっと本当にでかいやつはいつもなんか頭悪そうだね。でかいやつは頭が悪いっていうね、定番でしょうかね。 OK、 もっとわめけ叫べみたいなね。 なぜかそのでかい太ってる人は頭が悪いという設定なんでしょうね。よし、よいしょ蹴りの空振りで終わりましたね。これでいいのかな、ここから離れろってことかな。どうだ、お、ブラッドダイヤを目的地まで持っていけ。これもお決まりでしたね。お決まりなのに忘れているというね。あれ、ヘリにあるんですね、ラジオ。ありえないですけどね。鳴ったことないんですけど。すごいですね。ラジオがあるみたいです。すごいな。なんかバグってんのかどうなのかよくわからない。涙の湖。人の涙で溜まった湖ってことでしょうかね。綺麗な透き通ってる色してるね。涙はもっと汚いと思うけど。よし、オッケー。ミッション完了。高い対価。お、新たにロンギノスクエストですね。プレイ可能。まだあんのか。もうそろそろいいんじゃないのか。お腹いっぱいだよっていうね。ことを示しといて、ロンギヌスのミッションはないと。よかったよかった。あれ、あったロンギヌスのミッションがあった。
ロンゲヌスのねミッションばっかりだともう飽きちゃうので、ゴールデンパスミッション次やりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。